皆さんは日本近海に眠る海底資源についてご存知でしょうか。日本は資源に乏しい国というイメージが強いですが、近年の海底資源の調査によって豊富な海底資源が存在することが分かってきています。今回は調査によって発見された日本の海底資源についてフォーカスしていきます。ランキング形式で発表していきますので、ぜひ最後までご覧ください。第3位、海底熱水鉱床80兆円。まずは海底熱水鉱床です。海底熱水鉱床は海底から噴出する熱水に含まれる金属成分が海水により冷却される過程で各種金属が沈殿してできたもので、銅、鉛、亜鉛などのベースメタル、金銀などの貴金属、ゲルマニウムやカドミウムなどのレアメタルが含まれていることがあります。日本の EEZ 内には約200カ所の海底熱水鉱床が存在し、その推定保存量は 7.5 億トン、回収想定量は 4.5 億トン、地金価値は80兆円相当とされています。つまり、日本近海の海底には世界最高品位の金や銀、ハイテク産業に必須のレアアースなど莫大な資源が眠っているといえます。例えば、沖縄海域の博麗サイトでは740万トンの資源量が、伊豆・小笠原海域博麗鉱床では10万トンの資源量が確認されました。採鉱・溶鉱技術では掘削・破砕試験機や水中ポンプなどの水中機器の試験機のテストが進められています。2017年には世界で初めて水深約1600メートルの海底から掘削した鉱石を収集し、水中ポンプを使って洋上へと連続して上げるという採鉱・溶鉱パイロット試験に成功しました。2018年度は海底熱水鉱床の鉱石から亜鉛地金の製造に成功するなど、先行・精錬技術の開発も進んでいます。今後の課題は採掘を続けていくための経済性と環境への負荷を考慮しつつ継続性を持たせるという点に集約されます。ただ日本の EEZ でこれらの資源が確認できるということは、条件を満たす開発方法を実現すれば商業化可能であるとも言えます。約80兆円の鉱物資源が日本の海底に眠っているということは、それだけで大きな意味があると言えます。第2位、コバルトリッチクラスト。次に取り上げるのがコバルトリッチクラストです。コバルトリッチクラストは希少金属であるコバルトを多く含む海底鉱物資源のことです。水深約1000から2500メートルの海山平頂部周辺に分布し、岩石を厚さ数ミリメートルから十数センチメートルほどの層で覆うような形で存在しているとされます。化学組成はマンガン段階と類似した鉄、マンガンを主成分とする酸化物で、含有するコバルトがマンガン段階に比べ3倍から5倍程度高いのが特徴で、名称の由来となっています。1980年代初頭にドイツの研究グループによって商業化が期待される資源として最初に注目されました。当時は世界的なコバルト需要の増加による価格高騰に見舞われ、コバルトの新たな確保先としてコバルトリッチクラストが大きな期待を集めたのです。しかし採掘先が深海ということもあり、商業化につなげることはできませんでした。現在コバルトの需要がさらに高まる時代を迎えました。あらゆる製品が電動化する中で、リチウムイオン電池の正極材としてコバルトはバッテリーの性能を向上させるのに欠かせない物質であり、その需要は高まっているのです。コバルトの産出は特定の国に偏在し、そもそも量が少なく貴重であることが知られています。特に
電池メーカーの開発現場ではコバルトフリーの製品を開発することが大きな目標となるほどです。日本の EEZ 内には推定不存量は24億トン、回収想定量は11億トン、地金価値は100兆円相当のコバルトリッチクラストが存在しているとされます。例えば南鳥島の EEZ 内の水深930メートルの卓用第5海山での調査から、コバルトが日本の年間消費量の約88年分、ニッケルが約12年分存在することが期待されています。この地点では採掘実験も行われ、掘削効率や走行性能などの掘削技術に関するデータを取得するとともに、649kg のクラスト片等の回収に成功しました。また持ち帰ったクラフト片はコバルト、ニッケル、銅を個別の金属として回収できることも確認しました。このように実際に鉱物の回収まで進んでおり、あとは産業化するという段階まで進んでいます。コバルトリッチクラストという資源が日本の海底に眠っていることは、日本だけでなく世界的にも大きな意味を持ちます。コバルトが存在するという事実だけでコバルト争奪戦を緩和する大きな材料となるのです。第1位メタンハイドレート120兆円。最後にメタンハイドレートです。メタンハイドレートは燃える氷とも言われ、水とメタンが高圧低温の条件下で結合した氷状の物質です。日本の EEZ 内には大量に存在し、その推定不存量は 12.6 兆立方メートル、回収想定量は 4.1 兆立方メートルが想定されます。金額的な価値に換算すると120兆円にも上ります。120兆円とは日本の GDP 5分の1以上の数字であり、将来の商業化に向け非常に大きな可能性を秘めます。すでに分かっているだけでも、日本近海で国内天然ガス消費量の約100年分、東京ドーム換算で88万7千個分となります。メタンハイドレートは水素結合によってカゴ状になった水分子の中にメタン分子などが閉じ込められた状態の物質で、自然界では海底や永久凍土地帯の地層内に氷状になって存在します。エネルギー資源に乏しい日本にとってメタンハイドレートを開発商業化できるかどうかは、社会、産業、エネルギー外交などの将来にも影響します。経済産業省は2019年2月に改訂版海洋エネルギー鉱物資源開発計画を公表しました。ここには2023年度から2027年度の間に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトの開始を目指すことが記されています。日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼る状況であり、エネルギー安全保障の面から望ましい状況にあるとは言えません。メタンハイドレートを燃料として使用するシステムを構築することは、現在の国際的なパワーバランスにも影響します。メタンハイドレートは海底に固体として存在しているため、井戸を掘っただけでは回収できません。回収するにはメタンガスと水に分離しなければならないのです。具体的にはメタンハイドレートにかかっている圧力を下げるか温度を上げることで両者が分離し、メタンガスを回収できるようになります。安定して大量生産するための技術はまだまだ検証段階であり、商業化とコストダウンの問題も大きな課題です。現在のところ、国が主導して設備を建設して運用していますが、事業化する際には民間に移行して商業化する必要があります。また、メタンハイドレートから回収したメタンガスをどのように需要地に運搬するのかという課題もあり、ここに大きなコストを投じるのであれば、
海外から輸入する方が安いという側面もあります。こうした問題はありますが、メタンハイドレートを開発できる環境を整えることができれば、日本にとっては夢にまで見たエネルギーの自給を達成できるかもしれません。ここまで日本近海に眠る巨大資源についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。非常に大きなポテンシャルを日本周辺の海底は秘めているということが改めて感じられました。もちろん実用化できるかという課題はありますが、これらの資源が眠っているということで、活用するための技術が発展していくという将来性と、携わる人々の希望がそこにあると思います。これらの資源が日本の未来の一大産業となっている可能性も十分考えられます。今後の開発に注目していきたいところです。皆さんは日本の近海に眠る巨大資源についてどのように考えますか？皆さんのコメントお待ちしております。この動画が良かったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また X と LINE でも発信をしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。